大井発電所。大井発電所は、福井県大井郡大井町。合併前の旧町名は大井町。読みは同じにある、関西電力の原子力発電所。の1号機から4号機まで4機の原子炉の合計出力は470万キロワットである。日本の原子力発電所の中で、柏崎刈羽原子力発電所の出力821万2000キロワットに次ぐ出力である。 施設周辺は、若狭湾に面し、半径 20km 圏内に、高浜発電所、大井郡高浜町もある。若狭湾に突き出した半島の先端部分に位置する、建設費抑制のため原子炉を一度に2基分を建設する方式が採用されており、タービン建屋一棟で2基分を収める構造となっている。原子力事故への対応として、一号機と二号機には、 アイスコンデンサー方式という方式を採用している。これは、格納容器の周りに設けられた1944本のバスケットに常時1250トンの氷を格納しておき、事故時に発生する蒸気を急速に冷却し圧力を下げる方式である。この方式により、格納容器の体積は通常方式のものに対し小さい。その後、3号機と4号機には、 格納容器のコンクリート壁内部に PC 鋼より線、天丼を入れてあらかじめ格納容器全体を締め付けておき、事故時に発生する大きな圧力に耐えるプレストレストンクリート正方式が採用されるようになり、アイスコンデンサ方式の採用は1号機と2号機のみとなった。大井発電所の PR 施設として大井町大島に L パーク大井がある。 大入り館は発電所を1、3で再現する。発電所の内部をガラス越しに軽装で見学できるシースルー見学施設が4号機に設けられていたが、現在はテロ対策のために見学できない。代替措置として大入り館の中でシースルー見学施設の内容を上映している。大井発電所で想定される地震の強さは700ガル。 津波の高さは1.66メートルから1.86メートル。2011年3月11日の時点では、大井発電所の1の4号機はそれぞれ以下の状態であった。3月11日に福島第一原子力発電所事故が発生し、原子力発電所の安全性の問題が全国で注目を集めるようになった。国の原子力安全保安院は、 約3週間後の3月末に緊急安全対策を各電力会社に指示した。経済産業省はこの対策が講じられたことが確認できれば再稼働は可能との見解で、経済産業大臣、当時の海田万里は6月に原発の安全宣言を出し、定期検査の予定の作業が終了した限界発電所の再稼働を進めようとしていた。しかし、 事故の検証が未実施で安全基準が示されていないとして13基の商用原発を抱える福井県などから時期尚早との声が上がった。そこで政府、関西県はストレステストを導入し一時評価で安全性を確認してから再稼働の是非を判断することとなった。これを受け、関西電力は10月28日に3号機の11月17日に4号機の ストレステスト一時評価を原子力安全保安院に提出した。国の原子力安全保安院は2012年2月13日に関西電力が提出した3号機及び4号機のストレステストについて妥当とする審査書を発表した。また3月23日に原子力安全委員会はこの保安院の審査書を 妥当と確認した二千十二年七月一日の三号機運転再開の時点では、空冷式で千八百二十五区場の容量を持つ、非常用発電装置を高台に設置する、非常用電源を発電設備につなぐための被差施設ケーブルを設置する、といった対策は取られていたものの、免震事ム棟の建設、フィルター付きベント装置の設置、防潮堤のかさ上げのような大規模工事を要する、 対策は進行途中であった。原子力安全、保安院と原子力安全委員会が、関西電力が提出したストレステストの結果、安全性は確保されていると認定したため、その後の再稼働は政治判断となった。4月3日から、内閣総理大臣の野田義彦と、経済産業大臣の枝野幸男、原発事故担当大臣の細野武史、 内閣官房長官の藤村治関係三閣僚の協議が6回行われた。この過程で4月6日に国は原子力発電所の再起動にあたっての安全性に関する判断基準、暫定基準を示し、関西電力は4月9日に当時得られた福島原発事故の技術的知見から必要とされる安対策の現状と今後の計画を提出した。 同日にも三角両協議が開かれ、枝野経産省は、工程表は、再稼働の安全基準におおむね適合していると、表明し、事実上の安全宣言をした。4月13日に開かれた6回目の協議で、3、4号機が新たな安全基準を満たしていると、最終確認し、関西電力の供給力を上積みしても、管内は、厳しい電力不足に直面しているとして、 再稼働が必要だと結論付けた。この工程表で放射性物質を除去するフィルター付き弁当装置を2015年度に設置する方針が初めて示されたり、免震事務棟の設置が1年前倒しの2015年度とされたりと安全対策の計画に進展発った。また、枝野は再稼働をめぐって福井県と多い町の同意都市が県や京都府など近隣自治体の 理解を得る必要があるとしたが、藤村がこれには、法律上の同意義務規定は存在しないと述べいる。政府は4月13日までに安全性確認と再稼働必要性の検討を終え、4月14日には、枝野が福井理事、地元自治体である福井県知事の西川一生や大井町長長の時、岡忍に再稼働を要請した。 西川と時岡は判断を保留した上で電力消費地が再稼働に理解することに政府が責任を持つよう要求した。政府は再稼働への同意を多い町議会に要請し5月14日に全員協議会が開かれ議員のほとんどが賛成して再稼働容認を決めた。しかし時岡町長は県原子力安全専門委員会 県専門会の意向も踏まえて判断するとしているため、県専門会の結論が大幅にずれ込んでいることから、町としての同意には至っていない。時岡の息子が、大井発電所の下請け会社の社長であることからこの会社の経営のために、大井原発を動かしたいのではないか、という説が、テレビ朝日の討論番組で放送されている。2012年7月5日に3号機が、 発送電を開始。21日には4号機が発送電を開始し、これにより節電数値目標は中部、北陸、中国エリアでは撤廃、四国では7%から5%に緩和された。再稼働による融通電力量の増加がなければ、九州電力は計画停電に踏み切らざるを得なかった、降参が大きいとされる。その後、 2013年9月2日には3号機が定期検査のため停止、15日には4号機も定期検査に入った。その後、2018年3月から3号機が再稼働し、同年5月からは4号機も再稼働した。これらの再稼働を受け、燃料費メリットを電気料金価格に反映させるため、経済産業省電力、ガス取引監視、 当委員会料金審査専門会合での審査の結果座長の山内博隆一橋大学大学院経営管理研究科教授により大い発電所産予報機の再稼働によるメリットを適切に反映し入ると総括され同年7月から関西電力の電気料金が平均4.03%引き下げられることとなったこの間2014年に福井地方裁判所 樋口秀明裁判長により、運転差し止めが命じられたが、執行停止のまま行われた、控訴審で2018年に、名古屋高等裁判所金沢支部、内藤正幸裁判長により、運転差し止め命令が取り消された。大井発電所の他にも関西電力、日本原子力発電の商用原子力発電所、日本原子力研究開発機構の文字が位置する。 若狭湾は、天正地震の津波で大きな被害が出たことが明らかになった。なお関電力はこの地震を受けて実施された調査、以前から文献の内容を把握していた。関西電力は、日本原子力発電、日本原子力研究開発機構と共同で調査を行い、天正地震の津波については5月中旬、ボーリング調査の調査で分かる範囲の他の時代の津波を含め、 最終的な報告を10月末頃に行うとしている。追加調査の結果、核発電所の安全性に影響を与えるような津波の痕跡は認められなかったと原子力規制委員会に報告に報告された。多い1、2号機と3、4号機の間をほぼ南北方向に走る破砕体が活断層である可能性があり、原子力安全、保安院の指示により、 2012年11月2日に専門家による現地調査が開始された。トレンチ調査やボーリング調査を行い分析した結果、破砕体は活断層ではないことが確認され、その旨原子力規制委員会に報告された。電気工事会社、太平電業の福井県大井事業所長らが、大井発電所に受け負い契約を装う形で、 受け負い会社の社員を設備改修工事に派遣していたことが明らかとなり、受け負い会社の役員らと共に職業安定法違反の容疑で逮捕された。受け負い会社の役員の一人が指定暴力団、工藤会系組長の妻であることも判明しており、これら一連の原発への派遣事業が工藤会への資金源となっていた可能性が指摘されている。2017年、福井県は 関西電力に対し3号機4号機の再稼働に当たり福井県外に使用済み核燃料の中間貯蔵施設の候補地を選定するように求め関西電力は2018年内に候補地を公表することに合わしたしかしながら候補地の選定は難航を続けており2018年内に公表する目途は立たなかった楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。